2019年2月23日、いよいよ J1 リーグが開幕。今シーズンガンバ大阪はスタジアムを盛り上げるため、さまざまな新たな挑戦に着手。その第一弾として登場したのがスタジアムレポーター。ガンバファミリーをご覧の皆様、はじめまして、東馬場奈々です。今日から精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。スタジアムレポーターとは、ガンバ大阪 J1 ホームゲームで行われるピッチ内外のイベントを盛り上げレポートをするというもの。この日は開幕戦特別企画として PK 対決を開催。参加したのはガンバのレジェンド3人、そして MBS 戦えスポーツ内閣より武井壮さん、遠藤明宏さん、東馬場さんもアシスタントとしてサポートしました。ゴール！おー、すみ！完全に読み切ってゴール！ありがとうございます。夢叶いました、パナスタでの1・2・3番。それではここまで全員が決め、最後は黒チーム武井さん、決めればサドンデスに持ち込めますが、よろしくお願いします。見事止めた。青黒 PK 対決、以上のように青チームの勝利となりました。初の大役を終えた東馬場さんに感想を伺いました。緊張しました。いや、もうゴール裏のサポーターの方々がすっごい迫力で応援してくださっていて、いや、本当にびっくりしたのと同時に、このレジェンドたちを前に本当に緊張しました。終わってホッとしてます。2019シーズン新たな挑戦第2弾、それは試合前に紹介されるエントリーメンバー12人の選手キャッチコピーをサポーターから公募。採用されるとホームゲーム開催時にスタジアム MC 戦国さんによってコールされます。この活動の企画立案を担った広報島下さんにきっかけを伺いました。クラブから一方的にこう告知であったりとか、宣伝するだけじゃなくて、開幕の直前まで応援いただいているサポーターの方たちと一緒になってこう盛り上がれる、開幕を楽しみにしていただけるような企画プロモーションとして何かないかなと考えていた中で、まあ、SNS を使ってじゃあキャッチコピー募集してみようかっていう話が出て、やろうっていうことで決まりました。それでは一般公募から選ばれた新キャッチコピーをご覧いただきましょう。背番号1、ゴール不当の青い盾、東口正明。背番号4、吹き荒れろ疾風怒涛の青い風、藤原博明。その他の選手はご覧のキャッチコピーに決定。今年は開幕戦特別企画として監督のキャッチコピーも公募され、試合当日にはスマホ壁紙となり無料配布されました。数たくさんだけじゃなくて、まあ、渡辺選手も実際に気に入ってますって自分の SNS でつぶやいてくれたりとか、藤原選手にも候補持ってった時にどれも良すぎて選べなくて、毎試合試合ごとにこれ一個一個こう使い分けたらダメなのって本人も言うぐらい気に入ってくれた候補がたくさん皆さんから応募いただいて、数だけじゃなくて、まあ、質というかいいキャッチコピーたくさん応募いただいたので、非常に、まあ、賛否両論あったと思うんですけど、盛り上げていただいた、皆さんに盛り上げていただいた企画だったかなと、はい、思います。採用された方は自分がつけたキャッチコピーがこのスタジアムで響くっていうのを実際にこのスタジアムに足を運んで聞いてほしいし、誇りに思っていただけたら嬉しいと思いますし、今後もこういった一緒にクラブとサポーターが一緒になって歩んでいけるというか、取り組んでいけるような企画をどんどんやっていけたらなと思うので、またこういった企画があればぜひご協力をお願いしたいなと思います。開幕戦から3日後、開幕戦のベンチメンバーに入ることができなかった選手たちがそれぞれの思いを胸に集まります。
朝9時から行われたのはガンバ大阪 U23 の練習。この日参加したのは6選手と少数での練習となりました。このチームを率いるのは OB でもある森下仁監督。 U23 の監督を務めるのは初めての経験です。難しいところなんか一切ないし、もうやっぱり改めてガンバの若い選手は力は、まあ、潜在的な力を、ね、持っていると思うので、そこを少しでも引き出せるようにやりたいなと思います。意識というか、やっぱり自分が上に行ってやろうとか、やっぱり自分がその、まあ、代表しかりそうだし、ここのガンバでスタートで出続けるっていうのもそうだし、まあ、そういうまず気持ち意識がないと上に行けないと思うので、そこの意識づけプラスやっぱりそういう自信を与えられるようにというか、何かこうきっかけを掴んでもらえるように、まあ、いろんなことを考えて、意識させてあげたいですし、まあ、まずそこですか。高卒2年目となる福田選手は、昨年ルーキーながら開幕スタメンに抜擢されたことをこう振り返ります。最初いいスタート切れたんですけど、まあ、その後なかなかチャンスをつかめずっていう、まあ、天と地と味わった1年間だったと思います。メンタル面がやっぱ一番足りなかったのかな。ああいうチームが苦しい状況の中でやっぱ1年目から扱ってもらって、まあ、結果出せずっていうメンタル部分で大きくみんなと違ったのかなと思いました。今年は同じく2年目の松田選手が開幕ベンチ入りを勝ち取りました。去年も優也がスタメンで出たりっていうので、2年連続でやっぱこういう若手がね、こうなんていうんですか、抜擢されて、まあ、自分的には一番大きい刺激にはなってます。そうですね、まあ、半分ぐらいですかね、まあ、頑張ってほしいっていうのと悔しいので、はい、普段からも一番仲いいので、まあ、嬉しい気持ちもあるし悔しい気持ちもあるので、まあ、しっかりまた自分もあのピッチに立てるようにまた頑張ります。乗ってプレーできればやれると思うので、まあ、あとは気持ちの部分をしっかり持ってやりたいなというふうに思います。相手チームよりチームメイトより走るっていうことを意識しちゃったら、多分誰よりもその観客や監督、スタッフの目に入ってくると思うので、やっぱ今年はそういうところを目指してやっていきたいです。まあ、その U23 のところに落ちてくるっていう場所ではなくて、やっぱり U23 のところが上に上がっていけるっていう場所にならなきゃいけないと思っているので、まあ、それはすごく強く思っています。はい、そこはすごく、ね、大事だと思います。やっぱりなかなか若い頃からね、最初から強い選手っていうのはいないし、気持ち的にでもやっぱり上に上がっても、上からここの場所に来てもサッカーを何不自由なくやれることには変わりないので、やっぱりそういう感謝の気持ちをまず、ね、忘れないでやるってことが自分を奮い立たせる一番のベースになると思うので、そういうことも時々促しながらやりたいなと思います。